225系電車は、西日本旅客鉄道の直流近郊系電車である。1994年から2008年まで、製造された223系の次世代型にあたる車両で、JR 西日本の看板種別である、新快速で運用されるなど、223系とともに、アーバンネットワークの主力を担う車両である。2009年9月16日の、 定例社長会見において心臓が発表された。JR 西日本発足時に製造された当時の主力車両である221系で確立された明るく静かで快適な乗り心地を検証しつつ従来車両に比べてさらに安全性向上を図るとともに車内設備や旅客サービスを改善している。一時車として2010年から2012年に 約300億円をかけて、東海道本線、山陽本線、湖西線、北陸本線、阿光線の新快速、快速などで運用される霊番台が110両と、阪和線、関西空港線の関空快速、奇襲時快速などで運用される5000番台116両の合計226両が製造された。 新快速用の車両としては6台目、関空快速、奇襲時快速用の車両としては2台目の形式となる。2010年10月23日に、神戸駅と大阪駅で、10月24日に、天王寺駅と京都駅で、それぞれ車両展示会が開催された。日本産業デザイン振興会の2011年度、グッドデザイン賞を受賞している。 2016年から2017年にかけて、二次車として、0番台のマイナーチェンジである100番台24両が、5000番台のマイナーチェンジである5100番台122両が、それぞれ新たに製造されたほか、2020年から三次車として、再度100番台144両を製造している。以下は一次車登場時の仕様を基本として記述し、二次車、三次車における。 変更点などは別説で記述する。223系と225系車体長は19570、19500ミ、mm、リメートル。車体幅は2950ミ、mm、リメートル。20メートル級車体に、片側3箇所の両開き扉という、均衡型としては、オーソドックスな構成である。全電動車編成とすることによって、 車両構え体の共通化によるコスト削減が図られている。車体断面は321系以降の新しい標準断面を採用し、ホームドア設置を考慮して、連結面体車端で入り口寸法を先頭車、中間車で共通化させている。材質はステンレス鋼を基本とし、運転台部分のみ交代構成圧延鋼材が用いられている。外板圧は、 爪面がまミリが 2mm、側面が 2mm、運転台が 4.5mm となっている。また、コストダウンの一環として、メーカーごとの広報の差がある、程度許容されており、貫通扉上部の処理など、細部が異なる。また、川崎重工業製の車両は、フェースと呼ばれる、車体構造を採用している。前頭部は、 列車が衝突した際、運転席周りに比べて相対的に強度を低くした、先頭上部が先に潰れることで力を髪型に逃がし、乗客への衝撃と客室の変形を抑える構造を JR 西日本の車両で初めて採用している。この衝撃吸収の仕組みは JR 西日本が独自に開発したもので、ともえ投げ方式と呼ばれる。これらを採用したことによって、 全面形状が223系までと大きく異なり、傾斜はほぼなくなっている。この他にも、オフセット衝突対策として、ガイド板構造、側面衝突対応として、天井側板大枠を一体としたリング構造が採用されている。車体全面は、ガラス周辺部を濃いグレーの塗色とし、全部標識等には HID が使用されている。 車体塗色は223系と同様で、0番台、100番台は、車体側面と正面に、白、茶、青、薄茶の帯を、窓部分に、茶色の幅広帯を配しており、5000番台、5100番台は、車体側面に白と青のグラデーションの帯とグレーの、幅広帯を配している。側窓は構え対抗作りの効率化から両端に、小型窓、中央に、 大型窓を配置するように変更されているが、座席列に合わせて3で区切られ、ドア間の日よけは5枚となっている。この窓配置は後に製造された2 2 7系5 2 1系1 0 0番台や、通勤系電車の3 2 3系にも継承されている。1 2 5系や3 2 1系で採用された 0.5M システムと呼ばれる。 運転に必要な機器類を一両にまとめて搭載する考え方を基本とし、すべての車両が電動車である。そのため、全車両に車両制御装置を搭載しているが、終電装置の有無によって225型と224型の区別を行っている。電源、制御機器車両制御装置は三菱電機、東洋電機製造。 東芝の3社が製造し3 2 1系に採用された車内形式が WPC-15 のものをベースに2 2 3系との並結を考慮させてソフトウェアの調整などを行ったものであり WPC-15AG-1 の車内形式を付与している。主回ローブはイグ部と素子による2レベル。 電圧型 PWM インバータ1機で2機の電動機を制御する、いわゆる 1C2M 構成の VVVF インバータを搭載し、速度センサレスベクトル制御及び、純電機ブレーキに対応している。これに対し補助電源部は参照、交流 440V、75クバの容量を有している。主回ロブと同じくイグブトを用いた2レベル、電圧型 PWM インバータを CVCF 制御し、他社の補助電源部と並列運転を行うことで、一機あたりの容量小型化及び故障時の編成全体での、冗長性を確保する設計である。終電装置は、シングルアーム型パンタグラフが採用され、雲刃2 2 5系、模刃2 2 5系の紙氷、和歌山よりに搭載している。バネ上昇。 空気加工式で電磁鍵外し装置及び上昇検知装置を備える。なお、0.6000番台は終電周の先端が2本であるが5000番台は1本となっている。主電動機は、カゴ形三照誘導電動機 WMT106A が採用され、各車両に2機搭載されている。センサレスベクトル制御により、 速度センサーを廃し、1時間定格出力を2 7 0ットに増加した。また、開発当時ではこの手電動機を今後の標準形式とみなしており、他形式へは制御ソフトやギア比の変更で対応することとした。空調装置は、集約分散式であるウ7 0 8を屋根状に1両あたり2台搭載しており、容量は2万キロカロリー h 以上である。空気供給装置電動空気圧縮機は、基本的に除湿装置と一体化した、低層オンスクリュー式 WH、WHM3098WRC1600 億モハ 225KA、モハ225型に搭載するが、容量や多重化などの関係で、量数に関係なく、編成で2機搭載とした。このため、 八両編成中間に位置するモハ二百二十五型には空気や四縮器が省略、搭載準備工事にとどめられ、車両番号が原番に五百を足した五百番台として区別された。この措置によって通常のモハ二百二十五系霊番台車両に欠番が生じており、将来五百番台車両に空気や四縮器を搭載し零番台への改板がなされた場合、単純に 原番号マイナス500で容易に結番を埋められるようになっている。各車両には、電動空気圧縮機から供給された空気を貯蔵する、元空気タンクとドアの開閉などで用いる、制御空気タンクを一体化した二室空気タンクが、車両中央付近に1機、常用、非常ブレーキで用いる供給空気タンクが、台車金棒の山側に2機搭載されている。台車台車は、 メンテナンス性の向上及び、部品共通化の観点から、2 2 3系や3 2 1系で実績のある、軸張り式、ボルスタレス台車とした。一両あたり、電動台車と付随台車を一台ずつとしている。雲十2モハ2 5ハ二百2 2 5系の場合は、上氷、和歌山よりに、電動台車、前原、天王寺よりに付随台車を装着している。 雲ハ224系、モハ224型の場合は、その逆である。基礎ブレーキは、電動台車には、踏み面らブレーキ、付随台車には、踏み面らブレーキとディスクブレーキを搭載し、空気バネ間距離を 2000mm に拡大することで、乗り心地の改善が図られている。電動台車は、全車、WDT63A であるが、 例ダイのうち戦闘車両と一部も百225、軽の付随台車は1車軸あたり2枚のディスクブレーキと駐車ブレーキ機能及びアンチローリング装置を備えた WTR246C、それ以外が駐車ブレーキを省略した WTR246 バイトとなっている。WTR246C を採用する。 二百225型は、車両番号が現番に300を足した300番台として、区別された。同様に、5000番台の戦闘車両の付随台車は、1車軸あたり1枚のディスクブレーキと、駐車ブレーキ機能を備えた、WTR246E、中間車の場合は駐車ブレーキを省略した、WTR246D となっている。 WTR246D 及び WTR246E のアンチローリング装置は準備工事に留められている。また、前代車に溶断波が設置されている。その他装備連結機は一編成を一車両として運用する考え方を基本としたため、中間連結部は半永久連結機を使用することを基本としている。先頭車運転台よりの連結器は、 増解決作業の容易化のために、電気連結器自動解決装置付き密着連結器を採用する。すべての連結器に、バネ式動受けと、元空気ダメ間引き同士を備えている。保安装置は、申請当初から ATS-SW 及び、ATS-P のほか EB 手装置、映像音声記録装置が搭載される。5100番台のみ、e、EBN 装置と、 車両異常挙動検知システムを搭載している。警笛は、オータムウィンター -2 及びオータムウィンター -5、補助警笛のミュージックホーンが、先頭車両運転台床下,下に搭載される。2 2 1系以来、JR 西日本の電車では種別表示器が、幕式、行き先表示器が三色 LED 式と使い分けられて、いたが、この使い分けは、 本系列一時車と287系が最後となり、227系以降に新造された車両では、フルカラー LED 式が基本となった。基本構造は223系と同じシートピッチ 910mm の転換クロスシートが扉間に5列、車端部に向かい合わせ式の固定クロスシートが設置されている。 座席配列についても223系と同様で、0番台、100番台、6000番台には、補助席を設けているが、5000番台、5100番台は、空港輸送及びラッシュ時の収容力を考慮して1人プラス2人席とし、補助席は設置されていない。座席のモけケットは、0番台、100番台、6000番台が断色系、5000番台、5100番台が、 寒色系のシートを使用している。釣り革や手すりは大型化され、緊急時に捕まりやすく考慮されており、オレンジ色に変更されている。2 2 5系では、釣り革の数を増やし、1両につき2 2 3系の80個から、およそ1.5倍となる124個を設置している。また、手すりの端部を曲線化することにより、 乗客が手すりに衝突した時でも衝撃力が集中しないように配慮されている。優先座席付近については、吊り革を緑色化することによりそのエリアを明確化させている。また、バリアフリー新法の施行により、トイレの形状の変更が行われ、2 2 3系では、編成に1カ所であった、車椅子スペースを2カ所に増設している。 客用ドアの室内側には黄色のラインを追加し、カモイ部にはドア開閉ランプを二灯を設置している。ドアエンジンは閉じ目可変力制御機構を備える。客室扉の車外を呼び、車内の横には扉が半自動時において扉を開閉させる半自動スイッチが設置されている。トイレの汚物処理方式は 223K1000 番台では、 増加式、2 2 3系0 2 5 0 0番台は、循環式であったが、2 2 5系では全車とも、真空吸引式に変更されている。運転室背面の仕切り構造は、ワンマン運転対応の1 2 5系3自社、2 2 3系5 5 0 0番台、5 2 1系、キハ1 2 2 1 2 7系などと共通で、仕切り扉は、引き戸とした。 案内装置については、自動放送装置と 321K で採用実績のある車内旅客案内装置、ウエストビジョンを導入し、19インチの液晶ディスプレイを、上空扉間に1台4面を、車内両端に1台2面を、それぞれ2箇所ずつ設置している。当初この装置では日本語と英語の表示に対応していたが、 2016年に 323K が導入された後に中国語、韓国語の表示に対応するようになった。その他、225K では途中で増解決を伴う運用にも投入されるため、それに関する案内にも対応している。乗務員室運転台の主観制御機は、221K 以来実績のあるブレーキとマスコンが、 別々の横軸ツインレバー型としている。ワイパーは運転士側に予備を含めて2本、助手側に1本、貫通扉に1本の計4本を装備する。4.68両編成の3パターンを基本としているが、このパターン以外の編成でも走行できるようになっている。以下の表で XXX とあるのは XXX 番台の意味である。 転落防止ホロ設置前の霊板大東海道、山陽本線、湖西線、北陸本線、阿光線の新快速、快速への充当を目的として投入されたグループである。申請配置は、全車、阿蘇市総合車両所である。最高速度は、時速 130km であり、4両編成の編成記号は U、8両編成の編成記号は I。 かつて同所に配置されていた6両編成の編成記号は L であった。2010年5月から8月にかけて2011年3月ダイヤ改正による土休日新快速列車の全列車12両下を名目として近畿車両から8両編成5本が出場した。このうち I2 編成は申請当初終電装置の関節の向きが 他の編成と逆になっていた。同年6月には、東海道本線や山陰本線京都駅、佐賀嵐山駅間で試運転を行った。なお、東海道本線での試運転では、編成中一部車両の連結位置が変更されていた。8月には223系統の並結試運転を行っている。2011年4月から9月にかけて、 福知山線における113系、221系の運用置き換え及び、網所輸送障害対策による予備車確保名目で6両編成5本が近畿車両、4両編成6本が川崎重工業から出場した。2011年度に落成した6両編成は近畿車両制で、4両編成は川崎重工業制である。このうち、 6両編成5本と4両編成3本は2012年3月大夜改正に合わせて福知山線での運用につくため最高速度時速 120km に設定し車両番号も6000番台に改版され碧市総合車両所宮原支所に転属した2012年8月から9月にかけて8両編成2本が 川崎重工業で落成し、225系、登場時に発表されていた110両が落成した。2016年4月より、同年2月より製造された100番台に合わせて4両編成の、編成記号が Y から U に変更、番号も6000番台に改造された、文の結番が埋められている。2016年から製造されている0番台の、マイナーチェンジ社、 編成記号は0番台に準ずる。正面デザインを五百二十一系三次車や二百二十七系と同様のデザインに変更しており、落成当初から、先頭車間転落防止ホロが取り付けられている。運転台は0番台とほぼ同一仕様で、また、機器二重化の一環として四両編成のモハ二百二十五系百番台と八両編成のモハ二百二十五系四百番台には、 パンタグラフが増設されている。二次車2017年3月4日のダイヤ改正における平日新快速12両編成の増強及び、水田総合車両所奈良支所の103系の置き換え用として導入されたグループ。2016年2月23日に4両編成2本、3月3日に8両編成1本が近畿車両から、 3月10日に8両編成1本が川崎重工業から出場し、試運転を行った。2016年7月7日より順次営業運転を開始している。三次社2020年2月に行われた定例社長会見で、水田総合車両所奈良市所の201系置き換えのため、本系列144両の追加製造が発表され、 第一陣として2020年6月9日に8両、編成1本が近畿車両から出場し、試運転を行った。I10 編成は約4年4ヶ月ぶりの増備となり、この間に製造された3 2 3系や2 7 1系などで採用された仕様をフィードバックしている。2020年度は8両4両を各5本の計60両を製造し、 2 2 1系 a 編成、C 編成全車と2 2 3系 v 編成2本を置き換えた。また、2021年7月から9月にかけて6両編成の L1L6 編成が順次落成し、9月下旬より順次営業運転に入った。また、同年10月から11月にかけて L7L8 編成も落成している。二次車からの変更点は以下の通り。 転落防止ホロ設置前の5000番台半和線の一部の快速に使用されていた1 0 3百1 1 3系やなら、電車区所属の2 2 1系の運用を解消する目的で投入されたグループ。2 2 3零0 2 5 0 0番台と共通で帰省本線のローカル運用にも充当するため、2年間で合計116両がひねの電車区に申請配置された。 223K0.2500 番台との並結を考慮し、最高速度は時速 120km となっている。落成当初の編成記号は E であったが、2011年3月ダイヤ改正以後は F に変更となった。2012年10月1日現在では HF に変わっている。なお、本番台のみ全編成の編成番号が2桁と、 各車両番号か二桁が一致している。2010年9月から2011年1月にかけて、2011年3月12日のダイヤ改正による関空、奇襲時快速増発及び221系置き換えを、名目として近畿車両と川崎重工業から4両編成21本が出場した。このうち、 HF403HF404HF416 編成は、申請当初、終電装置の関節の向きが、他の編成と逆になっていた。2010年10月15日には、湖西線内で2 2 3系 l 番台との、並結試験も行われた。同年11月8日から11月12日には、帰省本線キータナベ駅まで入線している。 2011年7月から12月にかけて、2012年3月ダイヤ改正による、大半の快速列車の 223K、225K への統一を名目として、近畿車両と川崎重工業から4両編成8本が出場した。2016年から2017年にかけて、製造された5000番台のマイナーチェンジ車で、2015年4月30日に、 公表された JR 西日本グループ中期経営計画2017の施策として掲げられた車両である。2016年3月14日に近畿車両で報道陣に公開され、同年3月17日付で4両編成2本が配置された。その後、半和線の103系。 205系の置き換えようとして2016年度に4両編成12本6両編成8本2017年度に6両編成3本の計122両が順次投入され5000番台同様に関空奇襲時回速から普通列車まで運用される2016年7月1日から営業運転を開始した2018年3月17日の ダイヤ改正からは、羽衣線の4両加工時に伴い103系3両編成の代替として、同線での運行を開始した。例番台二次車と同じく前頭部を521系30車などと同様のデザインに変更している。4両編成は二編成を連結した運用が存在することから、落成当初から先頭車間転落防止ホロが取り付けられている。 基本的な車内設備は5000番台一時車に準拠するが、一時車からの変更点として、南海地震の被害が想定される、木の国線などの海岸沿いの区間でも運用される、ことから避難用発信後、非常灯など、津波被害に備えた、避難用品も車内に用意される。さらに、関西空港の外国人観光客の利用を想定し、JR 西日本の通勤、 金庫型車両としては初めて公衆無線ンのサービスを行う。転落防止ホロ設置前の6000番台2012年3月17日のダイヤ改正で、福知山線で運用していた1 1 3系、2 2 1系の置き換えを目的として投入された番台区分で、0番台の6両 L 編成すべてと4両 Y 編成3本を 阿ボ市総合車両所から宮原総合運転所に転属させ設定変更の上で6000番台に改版されたグループ。なお、同年6月1日付の組織改正により本グループは阿ボ市総合車両所宮原支所に所属する形に変更された。編成記号は4両編成が m 6両編成が ML となっている。運用線区を考慮し、 2 2 1系と同等の最高速度実測 120km 仕様に設定変更されており、先頭車の全面貫通扉の下部と側面乗務員扉の下部にオレンジ色の細いライン2本がシールで追加されている。これは2 2 3系の2000番台から6000番台への改造5500番台の仕様変更と同等の内容である。 従来のアナログ無線の老朽化に伴う設備更新を図るため、一時車を対象にデジタル列車無線の取り付けを施行した。新生児から取り付けられている二次車は対象外である。姫ねの支所所属者は、帰省本線や関西空港線など、南海トラフ地震で津波の被害が予想される海沿いの区間を走行するため、 各車両の中央扉付近に避難用はしご及び収納用ケースの設置が行われた。なお、申請当初から設置している2 2 5五5 1 0 0番台、2 2 7十1 0 0 0番台、半和線のみで運用される1 0 3二2 0 5、K、を除くひねのし所属の車両すべてが、この改造を受けている。2010年12月に、舞妓駅で発生した。 乗客転落死亡事故により、その対策として、増解決を頻繁に行う、本系列の先頭車前面に対し、2015年より一時車を対象に転落防止ホロの取り付けが、検査時に順次進められている。これは、定期列車で増解決、閉結運転を行わない6000番台6両編成にも施行された。ただし、 100番台と5100番台4両編成は申請当初から取り付けられていることや5100番台6両編成は営業運転時に増解決を行わないことから対象外となっている。ひねの支所所属者は外国人観光客が多く利用する関西空港線に重当されることから順次 Wi-Fi の設置が行われた。Wi-Fi は w i r e w i r e l によって提供されており、利用可能な Wi-Fi の SSID は、y ーウエス e s t Free, Wi-Fi, Y21P, Y2 の3種類である。なお、申請当初から設置している 225K5100 番台は、対象外である。また、申請時から Wi-Fi を設置している 225K5100 番台とは、形質ステッカーのデザインが異なっている。 各車両の両サイ面に掲出している0番台と5000番台は2010年12月1日から、6000番台は2012年3月17日から、5100番台は2016年7月1日から、100番台は2016年7月7日から、順次営業運転を開始している。 2021年10月1日現在の配置車両と2017年10月14日現在の定期列車の運用は以下の通り100番台による湖西線の新快速網市総合車両所本書には0番台8両編成7本4両編成3本と100番台8両編成7本4両編成7本6両編成6本の188両が 配置されており、下記の線0区で 223K1000 番台と共通運用で新快速、快速などで使用されている。本系列の投入により、2011年3月12日のダイヤ改正から土曜、休日ダイヤの新快速は、姫路駅、大見松駅、前原駅間において、全列車が12両編成で運転されることになった。 その後のダイヤ改正により平日でも大阪始発を除きすべての新快速が姫路駅、大宮津駅、前原駅間で12両編成で運転されることになった。一方の6両編成は上期の運用とは変わらないものの快速運用を中心とした種別で2021年9月以降収益している。2016年3月25日までは早朝深夜のみ。 JR 東海管内である東海道本線前原駅大垣駅間に乗り入れていたため、これに伴う乗務員訓練で大垣駅終わり一宮駅間にも入線したことがある。その際、営業運転では通過することのなかった新たるい駅を経由する新たるい線も走行している。宮原支所には6000番台の6両編成5本と4両を 編成3本の42両が配置されている。半和線で朝ラッシュ時に運転される直通快速羽衣線で使用される5100番台4両。編成ひねの支所には5000番台4両編成29本と5100番台4両編成14本6両編成11本の238両が配置されている。大阪環状線関西空港駅。 和歌山駅間を結ぶ関空快速、奇襲時快速や直通快速、日中の区間快速などの快速列車のほか、阪和線普通列車、関西空港線のシャトル、大阪環状線の周回列車などに充当されている。紀勢本線の定期列車では、和歌山駅北鍋駅間を中心に充当されている。 4両編成は2 2 3系0 2 5 0 0番台と共通運用であるが、6両編成は、半和線内の普通列車やラッシュ時の区間快速を中心に運用されており、関西空港線焼きの国線には入線しない。2010年12月1日の営業運転開始当初は、関西本線内の奈良電車区の2 2 1系と205、 計8両編成がついていた運用に限定して使用され223系とは運用が区別されていた2011年3月12日のダイヤ改正より223系と共通運用になっているまた2014年2月17日から21日に実施された大阪環状線の朝ラッシュ時間帯の3ドア車両を集中運用の関係で 桜島線に乗り入れたことがある。2016年7月の5100番台投入時に、全編成4ドアであった、半和線内の4両編成の普通列車が223系と統計式でも運用するようになり、同年12月には、すべての運用が3ドアに統一されている。2018年3月17日のダイヤ改正より、半和線全快速。 普通列車が223.225系で統一され、羽衣線でも運行が開始された。羽衣線はワンマン運転に対応した5100番台4両編成が限定運用されている。また新大阪発着快速が廃止されたため、東海道本線貨物支線新大阪駅、福島駅間での運行を終了した。 梅田貨物線での運行終了時には、深夜の新大阪駅五ぼ駅間の快速列車や、早朝の和歌山4時54分発の B 快速、新大阪駅と新大阪6時25分発の木の、国線直通の快速湯浅作業に充当されていた。ありがとうございます。